どうも、腹八分目でございます。まあ、昔の人はね、腹八分目っていうか、食べ物が慢性的になかったんで、腹八分目ぐらいまでせめて食いたいなーっていうふうな願望を持ってたのかもしれないですね。またですね、昔はこういうことわざっていうのは、庶民というよりも上流階級の中でこそ、こうやりとりされたとも言えるんですよ。まあ、大体記録が残る 言葉とかエピソードっていうのは、うん、そうやって余裕がある暮らしの方ですから、なんかね、上流階級の方が、贅沢にもね、食べ過ぎちゃダメだと、この辺にしとこうみたいな感じで、食事を目いっぱい食べるんじゃなくって、残すぐらい豊かだったんですよみたいなことのね、なんかこう、自己顕示欲のあられなのかなと、想像するわけなんですけども。 腹八分目って一体どういうところから起源があるのかなと思っちゃいますね。まあこういうふうにね何気なく使ってる言葉でもこうではないかああではないかっていちいち仮説を立ててその仮説の検証のために記録を漁ったり検索してみたりっていうのはなかなか面白いことだと思いますね。それでは。